あ、こんばんは、田中拓磨です。今日はほら、ほら、あるんだけど、あれホラボノイド公開したっけ。何ですか。なんか、ホラボノイド公開あったじゃないですか、なんか、はい、あるじゃないですか、はい、あれで小林くん公開っていうこと、小林くんって今度、かいあのキョロリングの親友で、はい、キョロリ入ってくるじゃないですか。あ、はい。で、それと同じように、今日は小林くん公開をちょっと皆さんにお伝えしたいなと思ってます。小林くん公開を、小林くん公開、はい、ええ、僕のやつすごい汚いやったんですよ。てか今も汚いんですけど、はい、でもちょっとギャラリー、中国の大手ギャラリーっていうか中華の大手ギャラリーのオーナーが日本に来日されるので、それに合わせて掃除しようということで頑張って、伊藤くん、健吾のですね、お母さんと一緒に掃除したんですよ、うん、でここももらったじゃないですか、これとかなんかうじゃ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 ありました。これ全部なくなったんで、もうすごい、もうちょっと丸見えですよ、ほんとに。丸見え。おぉ。何もありようできないですよ、ほんとに。何も呼べないですね。何もないですね。これも絵があって、これはなんか孫さんお気に入りの絵なんで、うん、これちょっとなんとかして中国に持って帰ってもらってですね、オークションに出してもらったら嬉しいなと思ってるところですね。これどういう絵なんですか？いい絵ですね。これはいい絵なん、いい絵とか悪いかわかんないけど、これはなんか結構かき目されてるじゃないですか。うん、だからそこはなんかなんかあと、なんかその、中国っぽいようなのがなんかそのタッチとかで描いたりとかしてあるんで、赤い色も使ってですね、うん、結構なんかなんだっけタイトル、キャバキャラですね、タイトル中国っぽくなくないですか。 KTV です、KTV あ、KTV ですか。 KTV ですね、キャバキャラですね。こういう絵があって、こういう絵があって、でここら辺でも結構汚かったんですけど、だいぶ片付いてですね、うん、ちょっとなんかだいぶスッキリしたかなと思ってるんですけどね。うん、あとここはちょっとなんかこれテーブル実は下に運んだんですよ、これ。おお、組み合わせたんですよ、テーブルの下に。これが台があったんですけど、はいはいはい、上がってるじゃないですか、ボトムアップしてないですか。おお、そうなってるんで、だいぶなんかこう収納が楽になったというか、これでも下に下がったんで。ああ、ええ、やっぱり綺麗になると作業効率はかどるもんですか。いや、もう全然違いますよね。もう人がこれで飲めるじゃないですか、お酒を。なんか何人か3人くらい飲めるで。まあそうですね。そんなことじゃなくて、まあまあでもちゃんと仕事がはかどるというか、はい、やっぱりこう小林くん効果からすると、はい、なんかあれですね、なんかその仕事がはかどって、なんかその要するになんか運気が上がると。おお。でアートラバーズも発展するということで、はい、今日は頑張っていきたいと思います。はい、はい、これが僕の画家としての一課題でした。飲んだ。